同胞。第二次森安ジャパンはかなり期待できる。要するに森安ジャパンは大基盤性型だから、後になるほどでかくなる特性がある。第二次森安ジャパンはかなり期待できる。リーグレベルに言及したのは評価できるけどな。王数といえどリーグとクラブを選んで移籍しろってことだな。要するに古橋と旗手はとっとと移籍しろっていうメッセージだな。そういうこと。代表目指すならね、残るのも自由だし選択は本人の自由。浅野を読んだことに対する説明にはなってないな。それはブンデス1部にいることが正義なら、コンスタントに出場し続けてる原口はなぜ呼ばない。原口をどこで使うんだよ、必要ないわ。インサイドハーフにポジションを変えてからずーっとコンスタントに出場し続けてんだぞ原口は。お前の想定してるフォーメーション示して、具体的にどこで使うか教えてくれる。古橋とか原口を生かす戦術を考えろってだけだよ。それが監督の仕事だろアホか。答えられないから逃げてるの。古橋と原口のために代表があるわけじゃねえんだよ。活躍してる選手を生かすのが代表監督の仕事だよ。全く違う。日本代表を勝たせるのが仕事だ。お前が神戸時代を知らないにわかなのはわかった。J での活躍なんて参考にならんわ。向こうでどう活躍したかが全てだよ。典型的な海外通ですね。原口を生かせてたらワールドカップベスト8行けたのに、初戦はベスト16となりの監督。自分もそう思うが一部発狂してるのがいるな。親善試合なんだし二次体制1試合目だから、既存の代表選手にもガツンとメッセージ性高い選考はしてる。